ローズキッチン。今日は、昨日収穫したキュウリですね、でかいキュウリです。こんな長さがあったキュウリですね、昨日1本食べてしまいました。で、今日は何しようかなと思ってたら Facebook の方にですね、温野菜のスパゲティというのがありまして、まあ、それをちょっとアレンジしてみました。じゃあ、いきます。まず、茹でます。まあ、今日2人分先に作ってますんで、これで200は足れるんですけど、なかなか難しいですね。ね、まあ、あらかじめこれ200は測ってありますんで、ドーンと入れちゃいます。で、まあ、水の中入れて、塩はですね、海水ほどの、まあ、濃度の塩にしてください。結構たくさんですよ、大さじ、2杯弱ぐらい入れてます。で、まあ、材料なんですけど、まずその、昨日収穫したきゅうり、それと人参、これ彩りを良くするため、使います。で、あとこれも彩りにブロッコリーを、まあ、湯がいてあります。で、あとこれトマト、これも完熟トマトですから最後に入れます。で、あと少し塩分と、まあ、満腹感を出すために少し肉を、まあ、入れたいなと思って、ベーコンと、ホタテですね、味が良くなります、ホタテを入れると。で、あとニンニクなんですけど、このニンニクはですね、この間の空海っていうラーメン屋さんにですね、行ってですね、なんか自家製のニンニクって言って国産ニンニクいただきましたですね。そう、もらったもんね。美味しいニンニクです。はい、はいはい。で、まあ今日はまあ K さんに、まあ、パスタ作ってあげようということでですね、はい、計画して、まあ、参りましたので、作ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。もう、これもタイマーかかってますんでですね、はい、あと6分ということになってますけど、まだ余裕ですよね。まだ余裕です。もうこっち下ごしらえしてありますんで、まあ、その間何しようかなと、まあ一つずつうんちくを垂れようかなということでですね、これがまた味噌なんですけど、ね、味噌じゃなくて出汁なんですよね。本当は出汁なんです。白出汁って言いましてですね、これもケイさんがですね、魔法の調味料と言ってるぐらいですね、最後にちょこっと入れるとですね、和風のいい味が出るというこの白だしですね。これどこで買ってきてるんですかね、ケイさん。はい、どこで買ってきてるんですかね。3人は3人で売ってます。どこでもあるって。で、これはまあまあエキストラバージンオイルということでですね、やっぱり、まあ、うちはグレープシードをほとんど使うんですけど、まあ、パスタにはですね、少し香りがあるこのオリーブオイルを使った方がですね、美味しいですから、まあ、あえてオリーブオイルを使います。まあ、ちょっとコクを出したい時にはちょっとバターを使ったりするんですけど、今日はヘルシーいきたいと思います。じゃあ、まあ、あと5分ぐらいなんですけど、まあ、ぼちぼちと作ってみましょうかね。砂糖いっちゃいますんで、もう、あまり、まあ、中火ぐらいでも大丈夫なんですけど、まずですね、グレープシードじゃなかったバージンエキストラバージンオイルをですね入れますと。で、その次に入れるのは、ニンニクです。ニンニクです。はい、ニンニク少しですね、オイルなじましてください。まあ、その次にこのニンニクの後に入れる材料なんですけど、このニンニクの味をですね、まあ、染み込ませるためにですね、肉系を普通入れるんですけど、まあ、確かブログじゃなかった、Facebook では鶏肉を入れられてたと思うんですけど、今日はホタテを入れたいと思います。で、ホタテと、ベーコンですね。ホタテとベーコンで肉系を賄っていきたいなということで、やります。
きたのかね。こっち4分になってます。で、あとですね、その次にですね、このキュウリはですね、ちょっと食感を出すために火通してません。だからちょっと早めに入れちゃいます。もうほとんどできたようなもんですね。はい、こっち3分になりました。どんどん当てないでください。はいはいはい、ガスじゃないのでよろしくお願いします。本当は僕はこれ中華鍋で作っちゃう人なんですけど、こちらではですね、それができませんもんで、はい、一応使っておりますんで、話さない方が熱が通りにくいので、よろしくお願いします。で、人参はですね、火が通りにくいんで、もう十分火通しであります。これは蒸し器に入れてチンです。簡単な、蒸し器がありますんで、シリコンスチーマー。シリコンスチーマーって言ってですね、どこで買ったんでしたっけ？あれはもうディスカウントショップ。ディスカウントショップで買いました。シリコンスチーマーで、なんとか鍋ってあの形してますね。タジン鍋。北京鍋ですね。タジン。タジン鍋ですね。こんな帽子をかぶったような形してます。あと2分です。じゃあ白だし、ここ2倍希釈した白だしを入れます。はい、これでもう十分味が染み込みます。で、まあ2分ですね。さあどれぐらい味が染み込んだかちょっと見てみたいと思いますけど、少し味がついてればいいです。あとこっち側に塩が入ってますんで、それで十分塩気は賄えますんで、はい、残り1分になりました。はい、もう1分ちょっと手前ですけど、僕はアルデンテが好きですから、アルデンテでもう取っちゃいます。あ、これ取りにくいね。やっぱりどんどん、まあなんとかこれでいけそうですね。うん、ちょっとこれちょっと柔らかすぎてですね、つかぬものでも落としてしまうんですね。ね、逃がした魚はでかかったなんて言う人もいますけどですね。ね、まあ私の場合はね。一番いいとこをちょっと釣らせていただきました。ありがとうございました。で、これで、まあ、最後にトマトをジョーンと入れて絡めます。はい、ちょっと飛びましたね。はい、絡めます。これで出来上がり。ピーお皿には入れますか？じゃあお皿に盛りますか？味見なくて大丈夫ですか？味見なくて大丈夫ですよ。バッチリですから。スープっぽくしないんですか？スープっぽくなってます。はい、お願いします。この鍋にかけたスープの方も。よいしょ。すごい、もうつかめません。少し重たくなったら落ちてしまいます。ドーッといっちゃいましょうね。ドーッと、
じゃあ、Q さん、野菜多めに。まあ、ヒロさんは、麺多めということで、まとまりましたね、話がね。まあ、今度は、ですね、壱岐に行ってですね、味吉さんの方ですね、また美味しい料理を食べさせていただけると思いますけど、まあ、一つよろしくお願いします。まあ、ちょっと、ね、この間のとんかつを食べたんですけどね、非常に美味しいとんかつですね。カツ丼ね、失礼しました、カツ丼ですね、うん、はい、うん、吉本食堂さんとなんかタイマー張ってるという話ですけどね、まあまあどっちでもいいんじゃないでしょうかね、うん、それでは下口シェフみたいな感じでできましたかね、プラルシェフさよなら。さよなら。じゃあね。じゃあね。